ウイルスがやってきた時、私たちは地下で自粛生活を送った。1ヶ月だけだと思っていた。10ヶ月後、まだ外出禁止令が出されたままだった。そして奴らが現れた。自らセンチネルと呼んでいた。冷血で不動な奴らは恐怖を使って頬を矯正した。都市中に配置されて常に監視盗聴していた。だが今こそ私たちの街を取り戻す時が来た。